Hey hey, good morning! 朝焼けでしょうか ?Rising Sun。アメリカの西海岸を思い出しますよ。夕があり、朝があった。夕暮れに涙が宿っても、朝焼けには、 喜びの叫びがあるっていう言葉がありますけど何かそういう思いを彷彿させる Good morning! おはようございますそのような朝を感じさせてくれるそういう僕のバックの背景です今日あなたに送るバイブルからの言葉ロマ人への手紙五章の八節しかし私たちがまだ罪人であった時 キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。やばいぜ、ベイベー。しかし私たちがまだ罪人であったとき、すべての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができないと、ヨハネの一章の12節に書かれています。すべての人は罪を犯した。罪とは、 ハマルティアギリシャ語で的外れぶれて生きているという意味がありますまたは曲がって生きている人間はこの直線を歩けと言ってもどうしても曲がってしまう習性があります善と悪があるならその狭間の中で理想は善に向かっていきたい自分がいるんだけど いつの間にか悪の方に向かっている自分に気づいてしまう。人生はまさにそのことに気づかされる旅なのではないでしょうか。あの、パウロでさえ、このローマ人への手紙を書いたパウロと言われる人でさえ、彼は自分が正しい善人だと思い込んでいました。そして、罪人なるクリスチャン。 この偽りの道を歩んでユダヤ教からすれば異端視されていたクリスチャンをこの善人ぶりながら正義を行っているかのようにクリスチャンを迫害していましたしかしダマスコの途上で光が彼をめぐり照らしイエスの声を聞きますサウロサウロなぜ私を迫害するんだ 結局、クリスチャンを迫害するということは、イエスを迫害することなんだということに気づかされます。自分は善人だと思ってたけど、実は悪人なんだということを気づくわけです。ですから、彼がこのローマ人への手紙の中で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、彼は自らが罪人の頭ですと言います。自分自身を指さしながら、自分は罪人の頭なんだと。 でも、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、あの騙すこと上で出会ったイエスは、よみがえったイエスが幻となって私に現れてくれたんだと。ですから彼は、メシア、人の子、このキリスト、自分が求めてやまなかった、このキリストに出会う。 その方は罪を許すたた。めににこのの地上に来てくれたその方が自分は善人じゃなくて罪人悪人なんだということを気づかせてくれたでもこの方が私たちのためにあの十字架の上で死んでくださったことによって神は私にまた私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 一生懸命自分の宗教熱心によって神に到達しようとした彼が結局その熱心さがボタンのかけ違いで神から離れる生き方を自分は実践しながら神に従うものを迫害していた自分だったんだということに気づきそのイエスを通して彼は悔い改めさせられ変えられこの十字架こそ私たちが誇りとすべきものなんだと いうようよよになっていってたわけですよねだからこの言葉には深い意味合いがあります。私たちは皆神から離れる罪人です。しかし神は罪人を招くために来てくれたと。神が人となってイエスとなって十字架の上で私たちを潰むために心療を磨いてくださいました。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことによりあの十字架の上で死んでくださったことにより神は私たちにあなたに対する 神ののご自身の愛を明ららかにしておられるあなたは愛されてます。今日も愛されてます。これからもずっと愛されてます。あなたのそのきの罪はこの愛によって覆われます。そのことを胸に今日の一日、素晴らしい一日でありますように Have a good day!